はい、皆さんこんにちは、星空の招待席の時間です。ですね、ハリウッドはね、8月に入ってから少し涼しくなってきました。といっても日中はすごいんですよ。朝方っていうかね、深夜から朝方になって扇風機つけるとちょっと寒いのかなと思うような時期になってきて、これはね過ごしやすい。まあ朝そうだな、8時ぐらいまでかな、過ごしやすくて、そこからまたねガンガン上がるんで、温度がね、なかなか大変な過ごしなんですけど、ついに8月、ペルセウス座流星群直前ですね。それ以外にもニュースがたっぷりあります。今日も一人でねお話ししますけど、皆さんね、何であろうと星を見る機会ぐらいの余裕がないと人間っていうのはさすがさすしまいますね。ちょっと滑舌今日すごく悪いです。ドラゴンクエストのやりすぎでちょっとね頭おかしくなってますけどね。それ以外にもですね、本当にいろんなね宇宙のことを考えるだけでも心が広くなるということでいきましょう。それでは星空の招待席です。はい、どうも。私ね、歯が悪いんで、歯がなくなって、歯が少ないんですよ、もうね。7本かな、6本しか残ってないと。はい。その6本の歯でね、このね、入れ歯入れないで喋ると、空気がスカスカに抜けちゃうんで、ちょっと聞きづらいんですけどね。まあでも入れ歯がない生活もいいだろうということで、今そうやっております。歯、関係ない話ばっかり言ってないで。ペルセウス座流星群ね、今年はね、ちょっと残念なんですよね。まずこの話からしましょう。13日なんですけど、これ13日前後にね、ペルセウス座流星群はね、本当に、ずっとあるんですけど、月明かりがね、満月過ぎで結構多いんですよ。だから、これ明るくて困りますね。だけど、これね、13日かな、それ以降でもペルセは見えますので、だんだんとね、月がね、細くなってくるといいかなって感じです。だいたい月、1時間あたり10個から20個程度しか見れないという形ですね。本当はね、月がない時、空のいいところだと60個とか見れるんですよ。もっと見れる場合もありますね。だから、あと大出現とかそういうのもあるので、でも一応ね、機会があれば、月明かりちょっとね、うまく避けながら、流星の観測してもらえるといいと思います。今回もですね、アストロアーツ社さんの、ホームページのサイトからいろんなね、話の内容を見てるんですけど、まずこれからいこうかな。はい。これ文章棒読みしませんので、地球とは異なる光環境での光合成が考えられる点、生命探査の指標となる波長の新予測ってあるんですけどね。これね、まあ、簡単に言っちゃうとどういうことかというと、ハブタビルゾーンと言われてて、まあ、皆さんも何度もこちら聞いてる話だと思いますけど、水がね、液体のまま、存在できる環境。ということは、これ水が存在できると、まあ、地球型の生命みたいなものが、生まれててもおかしくないですよね。もちろん酸素とか他にもいろんなのがあるんですけど、それと同時に植物が生まれるためには酸素はいらないんです。ね。例えば二酸化炭素はなくて酸素だけだと死んじゃいますんで、その二酸化炭素の方が結構あり得るいろんな物質の中では特に、あり得る可能性があるんです。で、その二酸化炭素がある環境で植物が育つと、植物は光合成で酸素を吐き出しますから。そうすると酸素ができる。今の方は地球ですね。それと同じで、じゃあね、植物が生まれる環境ってどうだろうということは、まあ太陽の光から、光合成をやるわけですよね。ところが、今見っかっている、そのハブタビルゾーンの惑星っていうのは、大体、赤色矮星っていうね、すごく暗い星なんですよ。ね。だから、そういうことを考えると、その暗い星でも、要するに本当、その進化して、生まれるようなね、その植物が、できる光合成の環境があるかってことをシミュレーションして、ありそうだってことですね。で、それも、水中からね、その系外惑星みたいなところの中に、水中から生物が出てくる可能性があるってことが、今研究されてるんですよね。で、これは、現実に行くことができるわけないじゃないですか。遠いから。はい。で、系外惑星のね、探査衛星のケープラの観測で、3500個ほど超える系外惑星が発見されてるんですけど、その中にその生命のね、居住可能な、程よい距離の星が随分見っかってるんです。もう何百個って見っかってる。で、それをシミュレーションしたときに、今見つけられてるものは、見つけられる環境から暗い赤色矮星ばっかりなんだけど、地球と同じ型の惑星にもあるということも分かってるわけだし、だからいろんな形でその光合成が可能性だったら、要するにね、生物が生まれるだろうって、そういうようなね、記事があります。その細かい記事はちょっとね、難しいんで、スペクトルの話とかそういう話になったんで、ここでは避けます。ね。ただ、実際にそういうふうな形の可能性があることも分かってます。実にこれもね、本当楽しい、話なんでね。はい、続いていってみましょう。はい。今度はね、成層圏を持つ系外惑星。これね、どういうこと？成層圏ってなんだってことなんですよね。例えば地球には成層圏があります。木星とかタイタンとか土星にもあるんです。
これはね、大体ね、大気層の一つなんですけど、地球では上空10キロから50キロ付近に存在してて、オゾンガスが太陽からの赤外線を吸収するために温度がすごく高くなると。これは例えばスペースシャトルが再突入するときなんかに燃え尽きちゃうとかよく言われるやつはこれですよね。そういうね、特殊な、特徴のある領域があって、これは木星や土星とか土星の衛星タイタンのなんかにもあるんですよね。うん、で、これはまあもちろん酸素とか窒素とかでメタンガスも同様の、いろんなね、働きをするので、太陽系ではよく見られるんですけど、系外惑星にも、こんなようなものが実際に見つかったと。はい。で、これは例えばね、木星の 1.9 倍の半径を持ってて、質量が 1.2 倍で、中心からわずか400万キロほど、地球と太陽の40分の1のところをね、1.3 日で交戦しているね、ホットジュピターなんですけど、この要するにね、ものを調べたところ、やっぱりこれで2500度ぐらいになっている成層圏があったってことなんですね。で、成層圏があったからどうだっていうわけではないんですけど、まあそういう意味でまだ一歩一歩いろいろね、近づいてきていろんなことが分かるようになったことだけは事実です。まあ実際にね、その成層圏ってね、どんなものかって言ったときに、我々は知ってる限りはもうその地球上にはそういうようなね、いろんな大気圏とか成層圏だとか、まあいろいろ電離層とかいろんなのがあって、その中の一つってことですね。うん、まあいろいろ複雑だってことです。バンアレン帯とかいろんなことあるけど、まあそれよりか、まあなんだろうな、アポロなんかとかね、昔のね、要するにスペースシャトルが突入するときに何百度とかね、千何百度になる、二千度になるといったその領域です。はい。19日には細い月と金星が、接近します。これはね、写真ポイントなんで、ちょっとね、スマホなんかでも撮れると思いますから、頑張って撮影してみてはいかがでしょうか。まあそんなね、まあこれは見やすいでしょうね。うん。細い月ですけどね。細いとか夕方ぐらい。はい。他にもね、海王星の話を一つ言っておきましょうか。これね、海王星の赤道付近に、地球サイズの嵐が出てると。地球と同じぐらいでかい嵐で、どんな嵐でしょうね。大きさはね、約9000キロ。海王星の、半径の3分の1にも達してて、東西と南北の両方で30度にわたっているってすごいんですよ。また嵐の雲が、6月の26日から7月2日の間、とてつもなく明るくなっている様子が生まれているということですね。これはどういう意味かわからないんですけど、まあ、よくこういうようなものが、そういう巨大惑星には、あるんですよね。うん、木星の大赤斑なんかもそうですし、研究はまだこれからです。今は土星のね、あれが終わって探査機がねだんだん外に行くのもねあんまりないんですけど、機会があればねこういうとこもっともっと調べてみたいなと思います。さあ最後の記事ちょっと言ってみましょう。40周年を迎える探査機ボイジャー。はい、ボイジャーってのも有名で、これはね、まあ8月と9月に打ち上げてから40年達成、もう達するってことですよ。40年前の宇宙船が、太陽系の外をもう通ってんですね。今からもうね、今も相変わらずね、そのデータを送信してくれてると。なんとね、地球から200億キロほど離れてるってんですよ。これもすごいですよね。もう今までどんなことを成果を上げたかっていうことを簡単に言ってみますと、ほとんどね、すごいのはね、2号機の探査とか1号機の探査いろいろあるんですけどね、1977年の9月5日に打ち上げられたんですよ。うん、で、ボイジャー2号も、それ、1号より2週間早く、なぜかね、一方の2号は8月20日に打ち上げられてるって言うんですよね。で、土星とか天王星、海王星ね、冥王星の写真も送ってきましたですね。まあ、そういうような形でね、もう、なんだろう、有名なのは木星の衛星用に地球外天体として初めてになる火山の発見とかね、まあ、いわゆる近場まで行って撮影してくるので、すごいお宝映像がいっぱいあります。で、未だにね、これはね、どん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 と遠くに行ってて、冥王星のもっと外外、ね。で、これね、最後の観測機器をね、2030年までに停止しなければならないんで、まあ、これはもう太陽から離れたんで、もう全然ね、要するに太陽電池とかそんなもクソもないですから、その後もね、ボイジャーはね、時速ね、4万8000キロでね、どん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 外に、行ってるってことですね。それを考えただけでね、実にこのもうね、数十億光年でもずっとね、数十億年でも何でもこれはね、旅をするので、どうなんでしょうか。2030年まではいろんなね、データを送ってくれるようですので、期待していいと思います。さあ、そういうことで私も日本に帰ります。星を見に行こうって話も少し生まれてるんで、実はこれ、モデラートというところでディナーショーの時にみんなと相談して、そうですね、いいところでなんかね、秋の星座、夏はもうね、終わりになりますからを見に行くようなツアーができたらいいななんて思ってますね。はい、皆さんも参加したい方はぜひモデラートに遊びに来てくださいね。このモデラートであるディナーショー1万円で
当然私ですから飲み放題です。あとディナーがねフルでつきます。イタリアンディナーがつきます。そして世界のチャンピオンのマジシャンと私もパフォーマンスで星の方の話も、2次会で語ろうと思ってますんで、皆さんよろしくお願いします。ということでお時間の方が来てしまったようです。また来週ね、取れるかな、取れたらいいなってことで終わりにしております。さようならです。どうもありがとうございました。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。